SixTONES 松村北斗、SnowMan メンバーに間違われるツアー中ショックだった出来事も告白。モデルプレス=2024年2月9日。SixTONES の松村北斗が10日放送の日本テレビ、飯ドラ兼近&新之助のグルメドライブ、毎週土曜11時55分から13時30分、関東ローカルに出演。SnowMan メンバーと間違われる場面があった。松村北斗、SnowMan の村松くん、と声かけられる松村が待っていたのは龍ヶ崎市のシンボル、辰の子山、標高41メートルの4合目くらい。寒風吹きすさぶ中、激長滑り台を滑りながらタイトルコールで飯ドラスタート。最初のお店は、龍ヶ崎が誇る超人気 B 級グルメ、龍ヶ崎コロッケが味わえる、チャレンジ工房ドラステ。満島真之介と兼近大輝、リグジットが相変わらず店員とも松村とも今ひと掴み合わないトークを軽快に展開していると、お店にいた別のお客さんから、SnowMan の村松くん、SixTONES の松村です、と松村まで噛み合わない連鎖。次の目的地に向かう車中では松村が年々体力の衰えを感じていると意外な告白。毎年のツアーでは、体力の衰えがはっきりわかる。一年分の落差を感じて、とショックを受けているという。そのために最近ではツアーに向けてジムで体力づくりに励んでいるという。さらに役者としての悩みも。